イズって知ってる？代表的なものでウミガメのスープってのがあるんだけど、あるおかしな状況に対して回答者ははいかいいえで答えられる質問をして真相を探っていくっていうゲームなんだよね。試しに例題を見せるとこんな感じ。ある男は15階に行くためにエレベーターに乗ったが8階で降りた。なぜ？男は小学生で身長が足りず目的のボタンを押せなかった。まあこの問題の性質上いろいろな回答が考えられるんだけど、あくまで出題者が想定した状況が正解として、その真相に向かって絞り込んでいくってものらしい。今回はあかりが回答者として挑戦してみるので、みんなも一緒に考えてみてください。それでは早速いってみまーしょう。ある部屋に入ろうとして大きくなったらまたおいでと言われた豊くん。しかし10年後大人になった豊くんは結局その部屋に入ることができなかった。一体なぜ？おー、なるほど。はい、その部屋の扉は豊くんの体より小さいですか？子供の時は入れたってことだよね。この部屋は日常にあるものですか？はい。家にあるものですか？なるほど。そうか。まあまあ、はい。世の中にどんな部屋があるか？まるまる部屋。まるまる部屋。わかった！相撲部屋！え、本当に？なんか大喜利でちょっとボケようとしたんだけど。やったー！うん。オッケー。一応、これ相撲部屋って言ったのは、子供の時は年齢とかがあるのかなと思って。あとほら身長とかさ、お相撲さんってなんか何センチ以上とか何キロ以上とか体重あるじゃんから入れなくって、またこう大人になってから大きくなってからこうおいでって言われたけど、体重が足りなかったか身長が足りなかったで入れなかった。やったーなるほどね。結構難しかった。でもっていう感じでみんなも一緒にやっていってみてください。じゃあ第2問目。男が息を吸い込んだので女は慌てた。その後男が息を吐くと女は安心した。一体なぜ？その部屋は綺麗な空気ですか？部屋？その空間？男と女は恋人ですか？友達ですか？知ってる人同士みたいな。友達以上、恋人未満、出産ですか？関係値は近づいてる。関係値なの？女性、ママになる。待って、男は子供ですか？お、女はお母さんですか？お、待って、じゃあ親子の何かだな。ヒント、公園とかでよく見る。待って、吸う？公園で吸うものってなんだろう？うどん！違う。あ、食べ物じゃないのか。むずい！むずい！むずい！なんだろう？みんなわかった？今。吐くと安心するもの。ベロが
詰まってますか？なるほど。一酸化炭素を吸った。楽しい時ですか？うん、楽しいんだ。じゃあそこ緊急性はないのか。なんだろう、コウさん！うん。母親が幼い息子に初めてシャボン玉を吹かせていた。ストローを加えた息子が誤って息を吸い込んだので母親は慌てた。しかしその後ちゃんと息を吐いてシャボン玉を飛ばすことができたので母親は安心したのだった。なるほど、シャボン玉ね。いや確かにそうね、そうね。よし、最後の問題。次こそは。多くの人が音を立ててする行為を、コウジさんは音を立てずにしたので、かなこさんは驚いた。一体何があった？人前でできる行為ですか？ラーメンを食べる。食べ物ではない。これはお店の中ですか？会社の中ですか？立ちながらすることですか？コウジさんはパントマイマーですか？違うんだ。スイカのピッを鳴らさずに通った犯罪者ですか？それは昔からあることですか？交通の手段とか関わりますか？おお、何かコウジさんは持ってますか？おお、その持ってるものは大きいですか？コウジさんはポイ捨てをしましたか？さんは止まっていますか？おー、立ちながら止まっている。コウジさんはマナーモードにしながらスパチャをしましたか？投げ銭。コウジさんは神社にいますか？おー、神社。一気に近づいた。神社なんだ。コウジさんは神社で参拝をするときのパンパンっていう音を立てずにしましたか？コウジさんが参拝したときに神社の鈴ガラガラガラが鳴らなかったとかですか？音を立ててする。マジで？コウジさんは神社にお金を入れるときに音が鳴らなかったですか？それ！なるほど！ってことはコウジさんは無音で投げ銭をした！たどり着いたー！うん。あ、確かに！そっか、そこまでいかないとダメなのか。エアー投げ銭だったから。違うか。エアップじゃないの？コウジさんはお札を入れたから！なんだね。いやー難しかった。いやなんかもう発想がさ、もうなんか全然違うところにあるじゃん。けど意外と普通なことだったりするから、いやー面白いね水平思考。でもなんか本当に一人でやるより、なんかみんなでまたいつかできたらなとか思いました。みんなももしなんかあかりにこうやってほしい水平思考とかあったら、ぜひコメント欄に書いてください。よろしくお願いします。じゃあまたねー。バイバーイ。